日本人から見た台湾とはどんなとこ？私ちょっと運転手怒って見たんですよ。さらに台湾住宅での驚きエピソードも。かぶせてやろうと思ってふって見たら、そのネズミがこの状態だった。メジュサス、ジェストジン、台湾ハウスジン、あ、あれ、あ。